ですね。油断の塊ですからね。またこの後の動画見てもらったら分かるんですけどね、スタートのところで、どこだったっけ、四日市のね、コスモ石油からね、取ってたんですよね。あそこで入れてね、すごいな、長い2年やな。で、なんでね、そんなところでね、雇ったかっていうと、こっちでね、長距離の移動なんでね、当然、ガソリンを回ったりしといた方がいいっていうのと、単純にやっぱこっちの方が安いですよね。言うてやっぱしね、四日市ってね、その全国で1位じゃないですよね。知多とかあっちの方がなんか安い、ところ多い、実は多いんですけどね。言うて、生成してるんでね、いっぱいね、何千リットルじゃ効かないですよね、四日市で生成しているガソリンの量が、多分数万リットルとか、日に1万リットルとか行くのかな、行くかな、どうなんでしょうね。電波をしたらね、昭和四日市石油さんと大京石油さんとね、電波をしたら行くんじゃないかなっていうようなね、ようなところなんで、やっぱりその輸送コスト言うてかかりませんからね、産地直送なんでね、ほぼ、でも実際には結構タンク、知多の方にタンクがあって、そのタンクから、配送も積んであるところが多いらしいんで、なんか、結局だからそこのあたりが安いよっていうのは、そういうようなロジックだっていうような話を聞いたことあります。ちょっとね、私もあんま詳しく知らないんですよ、そのあたり。で、雨やんでんな。大丈夫ですね。ところからね、そう安かったんですよ、そこがね、リッター149円で入れれたんで、コスモのアプリ会員登録してあるんで、私、そしたらね、かなり安いですね、あれ、リッター149円ですもんね、今ね、途中で通ってきた出水がリッター157円とかだったんで、そう考えると相当安いんで、これがかなり助かってますね。ということですね。なんでね、こっちでもう目いっぱいね、満タン入れて、置いたらね、途中でね、ちょっと、突き足し行って、なんとかね、ミニマムで済むようにね、高いところで入れるのを、済ませていけたらなと思ってます。もし多分、結局帰り、めんどくさくなって、京都にドカンと入れるんでしょうけどね。であれですね、今、案内で言ってましたけど、私、皆口のサービスエリアって言ってましたけど、正式名称はですね、十日土山ですね、土山のサービスエリアですね。甲賀市っていうところが、もともと市町村合併が、前に、いくつかの地区があって、土山の地区と皆口の地区と、あとどこがあったっけ、あそこも。高架市かな、あなたりとか、いろいろあるんですけど、これはそうですね、ギリギリそうだ、土山なんですよね。この土山からちょっと先ね、1号線なんかだとね、土山からさーっと先に行くと、皆口のエリアに入りますよっていうところ、皆口が一番栄えてるエリアって言えるんじゃないかな、高架市の中では。1号線以外をそんなに走らないんでね、あの辺り、そうするとやっぱあの辺りが一番商業施設多いですし、栄えてるように見えますよね。で土山で、ここだよね、
土山に着きましたよ。はあ、一応本編用ネタも回しましょうね、ここで。あれ、京都入る前で回さねって言ったっけ、俺。いいや。ここ止める？いけつねえな、トラックやっぱ。うわ、車のあれで、スペース少ないのね今。よし、来てるね、来てるのね。うわ、しまったな、さっきのとこ止めてきやがったかな。工事中で一般車のね、駐車場がスペースがだいぶ削られてるんですね。危ねえ。ラスト1台じゃん。で、高速道のね、サービスエリアのところは、通り過ぎちゃうとね、一回通り過ぎちゃうと基本的に、U ターンがダメなんでねって、言おうと思ったら U ターンしてくもんね。そういうもんよね。うん。まあ、さすがにね、このね、カメラ撮りながらね、U ターン逆走はね、さすがにね、まずいですからね。ということでね、いやー。まあでもあれもきついですけどね。今日みたいに飲み物買うぞぐらいだったらね、あれですけど、催したい時とかね、あとは、ガチに眠い時にやべえ、睡魔に襲われてきたっていう時なんかはね、それやつきついですけどね。まあ、ああいう時はね、今日はちょっと特に、だいぶ駐車帯が減ってますからね、今も、こんな感じでね、横のところ本当はあるんですけど、全部ね、実は塞がれてるんでね、これだいぶ台数減ってますもんね。あ、よかった。ちゃんと、まあ、早速行ってくれた。よし。さあ、じゃあ早速ね、飲み物買ってきましょう。